あの私のところでも一番このやる気スイッチのご相談っていただくんですけども人間がやる気スイッチ入る時っていうのはじゃあ明日から急に何もないところからよくお母様たちが素振りをしなさいとか実践をしなさいとかそういうところにそれを言われてじゃあ明日から頑張ろうっていうお子さんって多分いらっしゃらないと思うんですよね。そううするるととと人間が大大大きききく変わる時っていうのはなな成功体験と大きな挫折と おそらくこの2つしかないいと思っていますその中でも一番大きく子どもさんが変えることができるのが挫折なので挫折をすることによって子どもが変えられるこの挫折チャンスが僕は一番やるスイッチが今日に入る時だと思っています。